タク、あれこのタイトル、おめえらのこと言ってんじゃん。あ、ごめんごめん。君たちは帰宅じゃなくて、オタクだったね。悪い悪い。おめえらな、なんか影薄くてすぐ名前間違えんだわ。ほんとごめんな。<laughs> <laughs> ここだけ見たら、ただの嫌なやつじゃん <laughs>。いやいや、そんなことないからね。俺めちゃくちゃいいやつだから。ま、ど、なんでいいやつかというと、例えばね、私生活ではね、私すごくいい子で、なんか電車乗ったりとかすると、なんかおばあちゃんがさ、なんかおばあちゃんカーみたいななんかさ、引いてんじゃん。で、それでおばあちゃんが突っかかって乗れないときに、そのおばあちゃんカーを持ち上げてあげて、一緒に乗ってあげるっていうね。私は私生活ではとってもとっても優しい男の子なんですけど、このねネットした ネットネットというかね、YouTube やると、どうしても気が大きくなって生意気小僧になるんです。はい。もうね、なんて言うんだろう。オタクたちをね、もういじめんのがめちゃくちゃ楽しいの。<laughs> <laughs> 悪魔じゃねえかよ <laughs>。まあ私自身はね、もう善良な陽気だと思ってるんで、はい、そこんとこ、よろしく。ただの嫌なやつで草。はい。どうもみなさん、こんにちは。 今日は、こちらのゲームやっていきたいと思います。こちらのゲームね、新作の面白そうなホラーゲームなんですけど、このタイトルがね、帰宅ということで、まあ、帰宅と聞いたら君たちオタクを思い浮かべましたよね。はい、もう <laughs>、また嫌われそうなこと言ってる、本当に <laughs>。もうね、こういうこと好きなんですよ。なんかね、人を見下すっていうのがね、すごく私好きなんだよね。<laughs> クズ野郎 <laughs>、 めっちゃくゼロ。まあ、y o u t u b e はね、まあ、自分の好きに楽しくやっていけばいいと思ってんので、はい、どんどんね、皆さんも、皆様を見下していきたいと思います。ということでね、どういうゲームかは全く分かってないんだけど、まあ、帰宅するゲームなんでしょうね。早速やっていきたいと思います。はい。うん。 やってっか。なんかさ、かね、見下す、人を見下すってめっちゃ楽しくない <laughs> もうクズ、<laughs> ほんとクズやだよね、本当とに。設定とかあんのかな、なオプションで明るさとかあるか、これ。明るさ、クロスヘアって何え何クロスヘアって。髪型みたいな、なんか、クロスヘアしますかって病院のお姉さんに言われそうなことなんだよ。何クロスヘアって。オフにしてみていい何これこれ何これん ?EQ? んどういうことん何これはい、あの、明るさマックスにしてきたんだけど、 あんま変わんなくねえ、これ明るさマックスなのいや、むしろ暗くねさっきより暗くなってる気がするんじゃが。でさ、これ、ね、星の数多すぎるよねどう見たって。なにこの星の数ここは山頂系。これ山頂だよねもう山の一番上でしかこんな星空は見えないからね。え、こんな平たいところで、こんな見えるもん <laughs> こんな星の数見えるもんかな星の数多すぎるよね。早速やっていきたいと思いますね。あ、い、進んでって、 やっと着いた。うん。ここまでかなり歩いてきたな。はいはい。まあ、かなり歩いてきたと。で、これ止まれのマークがあるね。これ右端にさ、なんか赤い棒が見えるけど、これ傘だよね、多分。これ傘でさ、これ、多分主人公男だよね。男なのに赤い傘使ってんの。かわいいな、お前。めちゃくちゃかわいいじゃねえかよ。うん、かわいいめちゃくちゃ。しかもこのなんて感じ、サラリーマンだよね。サラリーマンで赤い傘使ってるってかわいすぎんだろ、おい。ははは。 めっちゃ可愛いやんお前あれ進んでってあ誰れかいるあそこになんかおじいちゃんらしき人がいるねあれ進んでってこれなんかライトとかないのこれライトライトとかあ F でライトだオッケーオッケーじゃあライト使ってっておじいちゃんらしき人がいるねあれ進んでっておじいちゃん見えてるこんにちはあいっちゃったでいっちゃったあ電気消したおばあさんとセックスする,するつもりだ絶対おばあさんあおばあさん今日はちょっと激しく行くからのつってあちょっとおじいちゃん強すぎるわとか言ってねえ <laughs> <laughs> ちょ、おばあちゃんとなんかイ,イチャイチャしてんだろうな、真っ暗にしてな。真っ暗闇の方が盛り上がるっつってな。あれでこっち進んでって。んこっちはなんだんこっちはいけるあ、こっち行けないえっ、ー、と、こっち進んでって。はいはいはい。で、えっ、ー、と、ここはどこだん絶対こっちじゃないな。絶対ここの家だよね。この家が主人公の家だから。ちょ待って、これ走ってって。もう走り方がむしゃら。ちょ待って、もう一回走っていい <laughs> <laughs> 画面の揺れ方がもうすごいなお前のび太くんかのび太くんみたいな走り方してんなあれ進んでってあこれ家だよねこれ家ではこれあれだね僕とママとえお父さんとお兄ちゃんとお姉ちゃんみたいな感じの絵があるねあでこっち行って星空やっぱ多いよねでこれはんこれこっち側でいいんかなえっとこっち側行って えーっと、ドア、ドア、ドア、ここから入れるとかだよね。なにこれえ土足で入ってるおじいちゃんおじいちゃん土足で入ってるよね完全に。あ、で、これでえっと、あこれなんだあ、これ使えばいいと。はい、で、使って、挿入ガチャうん。で、は入って、で、うん、開いたね。で、これいって、 っていいと、なにこれなにこれこれなんかさ、なんでステーキ屋さんとか行った時に、これをかけてお待ちください、みたいなさ、なんか胸にかける油が跳ねないようにする、なんて言うんだろう。ナプキンな、<laughs> ナプキンではないな。ナプキンじゃねえ、なんて言うのね、そういうのがあるよ、ね。なんかさ、胸にかけといておきなさい。油が飛び跳ねますので、ね、みたいなやつがあるんだけど、これ拾っていいんかなこれ拾っちゃダメタオルが保持されてる。そうなんだ。だらしないな。ね、お前んちだろ。お前んちだからだらしないもん何もないだろ。で、ここは え、ここは、鍵がかかってる。自分家なのに自分家なのに鍵かかってんのおかしくないあれで、と、これ進んじゃっていいのかなただいまうん。え誰もいないのかうん、誰もいない。え、うん、娘さんとかいるんかな娘さんとか、息子さんがいるんかな奥さんとか。あれで、進んでって、ああ、で、 ここがあなたのうちね。あ、なんかさ、か机低くないで机の位置低くないお前身長何センチ ?190 センチぐらいあるんだろうなんか机がめちゃくちゃ低く見えんだけど。あ、とこれなんだんなんだこれ一人の若者が古代の鬼滅を解き明かす旅に出る。遥か古の時代。風の神が人間託した未来を変える力。その真実を求めて若き神風使い霊が立ち上がる。え、何これ昔話なの霊っていうのえ、昔の人の名前が霊ありえなくね彼の 前に立ち上がっ立ちはだかるのは世界を支配しようと企む。邪悪な勢力。運命に短れ選ばれし、猛打機がたどり着ける。聖地への道果たして、レイは神の誓いを果たし、人々を救うことができるのか。伝説の冒険が今幕を開ける。これはゼルダの伝説だな。ゼルダの伝説のパクリだね。あれでうん？ で、これは何だこれ。えっと、トイレの清掃道具を新しくしたから、古いものはゴミと一緒に出しておいてと。場所は裏庭にあるから、オッケーオッケー。これはお母さんというか奥さんからのメモかなあで進んでって。で、これはうわ、これなんかあれだ。なんかキャンプ場とかでよく見るやつ。なんか温水器だ。温ったかいお水が出てくるやつね。あで、これはえなんだこれコンロに火がついてる。えなになになに <laughs> なんか燃やすってことあで、これはえー、生臭い。絶対これ、死体が入ってる。娘の死体とかだよね。この このゲームはさ絶対これホラーゲームあるあるでゴミ袋が置いてあった黒いゴミ袋が置いてあったら死体なんだよねあとこれは何これ テープで止められてる何これなんかカセットテープみたいなの入ってる。え、電子レンジにカセットテープ入ってんだけど。ではい。この冷蔵庫新婚の頃に買ったんだよなってことはそろそろ新しいの買おうかってことは、もう娘さんか息子さんはおっきいんかなあいあいこんなテープさ、剥がしちゃえばいいじゃない取れないあいこれ進んでって、こっち側行っていいんかなあれでやっぱさ、なんか低いよねこれなんか、開け、開け口っていうのなんかさ、取って口取って口やっぱ低いよねお前身長高いな。あれで進んでって。でなんだこれなんか ついてるんああ、電気つけたり消したりできるってことねいらなくねでこれは何度 これ何これこれ読めないの読めないのこれ読めないのこれえ、絶対読めるじゃん。えっと、これ読め、あ、読めた読めた。えー、住も、えー、地元の住民である、住民である高橋家が、突如として行方不明になり、地域社会に衝撃走っている。高橋家の家族、すなわち、ゆうゆう作師、45歳。えー、妻、えー、さお、さお、さ、さおじゃないな。ね、これ。えー、かおりさんじゃないな。なんてもんだ。42歳。そして小学生のゆうきくんの3人が、境から一切の連絡が取れない状況続いており、 警察が捜索を開始した。家族は丸前市にある自宅から土地を姿を消し、県警住民によればその日の夕方まで通常通りに見えたという。高橋氏は地元の会社に勤める普通のサラリーマンで特に問題を抱えている様子もなく、こう突然の失踪に家族や友人たちはただただ困惑していると。警察は現在、一家の最後の行動を追い、何らかの手が、手がかりを見つけるために家の周辺の調査を進めている。また、一家の自宅では特異な点は見つかっておらず、家代誘拐の可能性も含めて、全ての可 排除していないなこの事件に関する情報を待ちお持ちの方は、警察への連絡が呼びかけられていると。はあはあ、これあれかなこれ主人公のお友達みたいな感じかなで、その可能性あるよねで、これ何これなにこれマリモみたいなんだけどなにこれな <laughs> にこれマリモ <laughs> <これ笑>マリモなにこの誘拐に落ちてる突然のマリモ。あれと、これあって。で、これあれだね。お母さんとお父さんと僕とお姉ちゃんみたいな感じだね。お母さんなんか髪の毛チリチリすぎんえ、ブルックワンピース ピースのブルークかな？あでこれ僕が1位取ったよ。みたいな感じね。ああでうわ。いきなりなんか画力高くないえ。何絵,絵が絵の構図上手くない。なんか奥行きとかわかりやすいえ。これ小学生が書いたんだよね。きっとうますぎない。あでこれ進んでっていいのかな？うん。 で、これ本棚があって、本棚とかは特に調べることできないと。で、ここはなんだここ。うん。で、えー、錆びていて動かない。自分家なのに自分家なのに開かない部屋なんてあんのねえ、そんなことあるあれ、れって、こっち側はいけないんだよね。じゃあ2階行けと。あ、じゃあ2階行くか。で、進んでて、うわ、走り方がむしゃらすぎんで、えっと、こっちはうん。 で、ここはトイレットペーパーがあってもう主人公映ってないやん。主人公映ってない。なんかさ、なんか放置された家っぽいよね。お前もしかしてさ、こう高橋家っていうのはここんちのことで、お前なんかあれか,なんか <laughs> ね、空き巣犯とかな、じゃないのか空き巣目線もしかして。あ、とこれ見てって、トイレットペーパーあるね。トイレが詰まってる。はぁ、あ、はぁはぁ。で、こっち側はこっち側も行けるね。家広ない。え家めちゃくちゃ広いやん。で、こっちはうん。 ここは何だはい、またマリオ、マリモ、突然のマリモなんなんで、ここはあ、ここはこれ何しゃがむとかあんのしゃがむしゃがむしゃがむ,しゃがむどこだあ、これね、はい、これしゃがんで、はい、開けて、うん。 で、あった。なんだこれ患者は過去数、数週間にわたり持続的なうつ症状を示しており、日常生活の質が一時的しく低下しています。自殺が、ね、年齢点があり、事後危害や家族に対する加害リスクが高まっている状態です。また幻覚や妄想が報告されており、精神状態の迅速な安定化を必要とさ判断されてます。えー、本診断に基づき、えー、患者の安全確保と症状管理の最優先を考慮し、一刻も早く精神 医療施設への前日入院を強く推奨します入院に及び24時間の監視下での薬物医療診療法及び必要に応じてその他の介入が行われますと、うん、で速やかな入院と適切な治療プランにより患者の症状は改善が期待されますが長期にわたるフォローアップと治療の継続が必要ですとはいはいなんかあれだねなんかすごくなんてんだろうなん怪しいチラシみたいなねあ、でこれはこれで終わりでいいんかなうん で、ここのお家の人はあれなんかな精神疾患があったってことで、ん何が落ちてる手は届かない。えもう手伸ばせばいいやん。それかこのベッドどかせばいいやん。で、これなんかめちゃくちゃ柔らかいあれだね、ベッドだね。なんかさ、なんてうのネット通販とかで売ってそうだね。はい、こちらの商品、なんと1万3000円で売っております。みたいなね。うん。で、これやってって、これはなんだこれ何ん ねえこれ、鍵かかってる。もう全部鍵やん。全部鍵、鍵。なにこれで、ここはんなんだここここはんなにんえー、なにそれなにそれえー、これなにこれ調べられないの奥側。奥側調べられないのこれ。えなにこれ何にも意味ないのドラえもんが寝てそうな押し入れね。はーい。で、あー、ま、特に意味ないんだ。で、なにこれ鏡これこんなとこに鏡いらなくないあ、で、進んでって。じゃこれ、こっち側行っていいんかはい。 で、あ、これさっきおじいちゃんがいたとこだ。で、えっと、ここ、広ないえ、ここんちめっちゃ広いやん。で、これなんだあ、机の上に乗んな。夜空をした、ひときわ輝く星のような物語、失われた記憶と時を超えた約束は、夢と現実の境界で交差する。若き天文学者エリサは、そばから託された古い庭園で、不思議な現象に遭遇する。星が降る夜、彼女は過去と未来、そして異なる世界の住人と出会う。それぞれの夢が、織りなす絆とは、愛と再生の物語が、 今、静かに幕を開ける。一冊の中に広がる無限の可能性、もうクソつまんなそう。まあありきたりな本でもうクソつまんなそう。あらもう未来とね、なんて言うんだろうな、交差するなんてもうありきたりだね。あで、えっと、こっち側はあー特にないね。何にもない。で、ああ、これなんだこれ何、な、これ何の絵海外のバーガーキングみたいな絵が飾ったんだけど。で、えっと、ここはえ、パソコンだ。古くないえ、めちゃくちゃ古いんだけど。これは電源がない。え 何これパソコンに電源とかあんのえーと、これ調べられない。ちょ、こっちかあ、はい、で、こっちはうん。で、これはえっ、ー、と、え、なにななな,な、消えんな。まあ、俺ってば、初めはちょっとした興味から手を出しちゃったんだよね。彼女が本気になってんの分かってたけど、俺にとってはただの遊びだったからさ。彼女がどう思ってるかというより、俺が楽しめるかどうか大事だったんだ。うわ、クズ男。さっき俺がアイスで言ったのがクズだったけど、これが本当のクズ男だ。で、あ、はい、こっち側はうん。で、こっち、 なんだえなにこれなに <laughs> これもう世界一ワクワクしない宝箱があるんだけど。あ、で、これはあ、暗証番号ね。オッケーオッケー。暗証番号は必要と。もう世界一ワクワクしない宝箱があるんだけど。で、と、ここは何にもできない。はいはい。じゃあ、これこっち側行っちゃっていいんかなで、こっち側はなんだこれ明るさマックスなんだよね。くらないで、えっと、こっちはうん。ここなんだここははい。で、開けてんな、足音したな。で、ここは はい、はい。おうなんかすごいな。癖強いない調べられるとこ多くないこれ、とりあえず閉めて、なんか来ても大丈夫なので閉めとこう。で、と、ここ開けて、まず。はい。 でここは特に何にもない感じかなはいはいはい。みんな段ボールが置いたんだね。もったいない。ドラえもん、あ、なんか置い、なんかおあ、あるよこれ。なんかこれ取れないのこれなんか取れないちょっと待って待ってこれしゃがんで、これ取る、取る、取る、取りたいええー、取れない待って、こっちから開けることできる。いや、これなんかあるんだよな。これ取れないんかなこれ。これ取りたい。あ、取れた。なんだなにこれ ね、これ。えね、これ。えー、PC 用の AC 電源。オッケーオッケー,ー p c のゲットしたね。で、えっ、ー、と、あとやることはえっ、ー、と、これなんだか、豚貯金箱割ってみる割ってみるこの、ねエンー、AC 電源でこれ、勝ち割ってみるえー、じゃあこれできないこれはんなんだこれ ビデオでき、あー、これまたあれだね。あの、電子レンジのやつだね。で、えっと、これ、はい、しゃがんで。で、これなんだ今朝、またキッチンのハサミが見当たらなくて、あなたの家で見つけたよ。え、何度も言ってるけど、使ったものは元の場所に戻してね。家の中で物がなくなるとみんなが困るんだよ。私たちの家はみんなのもの。だから使った後はちゃんと片付けることが大切だよ。うんうんうん。なんかあれかな多分、夫というか、あれだよね。夫が、なんかあれで精神疾患を患ってて、ちょっと不安定な状態だったのかな。 で、これはうん。これなんだ朝起きたらママが僕にパパが病院入院したと言った。何が原因、何が原因か教えてくれなかったけど、ママの顔を見るととても心配してるのが分かった。パパが急に病院行くなんて、本当に信じられないし、なんだか怖い。学校からの帰り道、偶然ママを見かけた。でもママは一人じゃなかった。見たことのない男の人と一緒に歩いていた。わお。これが遊び相手。あー、待って。 うん、点と点が線に繋がりそう。これもしかしてさっき言ってた遊び相手、け、所詮女は遊び相手って言ってた人とのメモかなこれ多分ね。そうだよね。ってことはママは浮気してたってことか。で、はいはい、これやって。で、これはうん。え、これ鍵また鍵この世界は全て鍵なんか。はい、で、これ進んでって、はい。で、これ開けて。 でこれちょっとしゃがんでるからああああああ持ち上げてででこれ行ってえー、っとどこだっけパソコンがあった部屋パソコンこっちだっけこっちの部屋にあったからえー、っとこっちじゃないこっちじゃないえー、っとこっち行ってパソコンをこれつけてあげてはいこれつけるうん。でおどうだんえまたも <laughs> 全部パスワードやん。全部全部パスワードやん。このうちはなんか、ね、もう全部全部パスワードなんだけど、なんなんそれえなんなんそれあでこれとりあえず降りてって、えこれなんか調べられないとこあるタオルは特にこれ調べられないよね。だらしないでしょで、ここ、鍵かかってるっしょえー 何にも調べられなくないえっと、こっち行って、えぇ、ー、またマリもあるやん。なんこのマリも。えー、っと、じゃあ、えハサミが置いてある。パパが台所にハサミを隠してる、隠してるとか置いてあったって言ってたよね。え、ここ、ここ開けられるここは開けられない。あハサミがどっかに置いてあるはずだよね。えー、っと、ハサミ、ハサミ。えー パパハサミどこパパ、ハサミ。ママが戻しちゃったんかなえー、っと、ここでもない。えー、これなんだろうこれ何すればいいんだろうえー、っと、こっち側は特に何もない。えー、待って、めっちゃむずい。あ、ここ調べてない。ここ調べてないわ。えー、っと、これしゃがんで。はい。で、これなんだあ、これ調べて。ん何何がとしたえー、何も書かれてない。ただの紙。ただうっすらと何か見える。何か書かれてんじゃん、絶対。で、ここは あ、何もない。何もない。ええー。本当に何にもない、このうち。鍵、鍵ばっか。もう全部鍵。全部鍵なんだけど、どんだけ厳重なんえー、っと、じゃあ、あと調べられるところは、えー、ちょっと待ってね。えー、っと、こっち側行けないんだよね。錆びついてて動かない。で、ここは、あ、新婚の頃に買った。えなんか落としたんだけど。えー、っと、じゃあ、えー、どうすればいいん あれそういえば完全に忘れてたけどさ。な、裏庭になんかあるって言ってたよね。じゃあ裏庭行けばいいんかな裏庭ってどこだこっち側かこっち側行って裏庭に何かあるって書いてあったよね。確か製造道具みたいなのがあるって書いてあったよね。えっと、ここかなんかメモ貼ってある。なんだこれえ、ゴミはそれぞれの収集日の朝7時まで指定の場所に出してくださいと。はい、あ、これはまああれだね。収集がない日。まあここは見なくていいかな。うん。で、これはなにこれああ すっぽん、すっぽんっていうかあれだ。なんか、なんか取るやつね。あれこれ取って、オッケーオッケー。トイレの収集の道具があって、で、こっち側は何もないね。オッケーオッケーオッケー。じゃ、進んでいいかなこれ、ね、走り方、ようようよう。のび太くんか、お前は。のび太くんみたいながむしゃら走りしてんじゃん。で、えっと、じゃ、これトイレの詰まってるから、これす、すっぽんで取やればいいんだね。あい、これ開けて、自動的に開くんだ。で、これで、これ使う。うん。で、はい。で、何が出てくるんふ <laughs> え、は <laughs> <laughs> 何の鍵これえ何これアウ地図の鍵。何を開けるか分からないと。あーあ、なるほどね。スポントとかなんか面白かったんだけど。じゃあ鍵ね。いや鍵って全部ここのうちめっちゃ鍵あるからどこの鍵か分かんねえ。いやどこの鍵か書いてくれねえかな。え、じゃあこっち行ってとりあえずね。え、じゃここかなここっぽいよね。じゃあここちょっとしゃがんで、ここっぽいよね。なんとなく。じゃあこれ。はい。でこれか、これっぽいよねうんで。うん。でうん。何何開いた開いたかな開いた 開いたっぽい開いたね。で、これはなんだんなこれ何これ,何これえ、酒何これ酒かな え、待って、取れない、取れない。で、これ、取れない、取れない。えっと、こう。あれ取れない、これ。えっと、うまく調整して。えっと、これ、オッケー取れた。で、これ何えー、っと、サビ取りスプレー。来た、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 来た。サビ取りスプレーで、あれの、あのね、なんて、開かずの扉に入ると、金断の扉に入ってしまうと。あれで行って、で、これ、戻りっちして、の、で、どこだっけえっと、錆ビついた扉はどこだっけえっと、ここだね。で、これ、錆取りして、うん。で、

ママの誕生日だから盛大に殺してあげたと。そういうこと盛大にぶっ殺してあげたと。うわ、怖すぎない盛大にぶっ殺してあげたんだね。で、えっと、じゃあ、これ、これ使えるかな多分。これで包丁使って、うん。で、はい、スライドして。うん、ゆっくりやな。はい。で、これ開けて。 はい。で、これ取って、カセットテープこれ使うとオッケーオッケー。これで見れば真相がわかるかもしれないと。こうカセットテープにすべてが詰まってると。えー、で、えっとカセットテープ見るとこどこだっけえーとカセットテープ見るところ、あれどこだっけ息子の部屋だっけえっとえなになにこれ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 なんか転がってんやけど。あ、れで、これ進んでてとりあえず、え息子の部屋だっけ息子の部屋にビデオテープあったよね。あ、れで、これ使って、はい。で、これ使って、はい、見る。 でおい。見て、ゆっくりやなー入れる速度ゆっくり。うん。でなにんなんだなにこれんなになに ?1005、オッケーオッケー。あの、そそられない、ああれだね、宝箱を開けるってこと,てことね。1005ね。そそられないやつね。あの、世界一なんか、ね、ワクワクしない宝箱を開けると。1005ね、オッケーオッケーオッケー。で、これしゃがんで、はい。で、1、うおえ 俺の部屋からは何か聞こえたな。え何えちょ待って、びっくりしたま、ええなにこれ何これ何これはなにこれ,はこれどういうことこれ、とりあえず打っていいえっ、ー、と、1、1、0 ○ 5はい、5。はい。でえあ、違うところってことええー、と、まだこれなんで倒れたんはい、すいません。ちょっとお茶飲んできました。リラックスしてきました。はい、で、これ行って、これ何か落ちたよね。これ何これ,これ何か落ちたけど、で、あ、い、これ進んでって、え、どういうこと えこれさ、あれなんか、マリも置いてある。またマリも,も,も置いてある。あれで進んでって、えっ、ー、と、これ何すればいいんだ俺の部屋から聞こえたってこっちこっちこ、ここ俺の部屋じゃないのあれで進んでって、えどういうことこれさ、1005ってどこの部屋えこれ1005って何なんえっ、ー、と、1005。これ、こっち側にもなんかあったよね。あれであ、開けて、あれあれどこだっけなんかさ、もう一つさ、暗証番号入れるとこあったよな。あれ これだっけこれじゃないよね。これさっき入れたけど違った。なんだこれんまあ、あ、これさっきのやつだね。え、待って待って待って。えっ、ー、と、暗証番号入れるところがもう一つあったはず。えっ、ー、と、暗証番号入れるところ。えっ、ー、と、これこっちの部屋だっけこっちの部屋の、ここあれ違うな。あれどこだっけえっ、ー、と、暗証番号入れるとこなくねえっ、ー、と、ちょっと待ってね。カットしないかんな、お前ら。お前らカットしないかんな、俺は。時間稼ぎたいかんな。えっ、ー、と、1005。あれ どこだっけどこの部屋にあったんだっけえーっと、うーんー、カットですね。あれ なんか置いてあるここ、なんだ彼女が妊娠したって聞いたとき、ちょっとびっくりしちゃったよ。でもなんか映画みたいにドキドキしたんだよね。彼女は真剣になんだたけど、俺はそれがなんだか新鮮で、ちょっとしたアドベンチャー気分だった。おい、子供、アドベンチャー呼びとはなんだね、もう子供は大事だからな。え、結局彼女は俺の提案で問題解決してくれて、それでおしまい。彼女がどう感じたか正直よくわかんないけど、俺はそれで満足なんだ。彼女の感情を気にしすぎると楽しめなくかなっちゃうからね。なんだこいつ。もう妊娠を楽しいとか、なんか、ふざけてんな。本当にふざけてんな。 あれ言って、もうなんかね、もうちょっと腹ましちゃったよ、みたいな。なんか <laughs>、やべえ、うっかり腹ましちまった、みたいなさ。なんかすっげえ軽いノリで言ってるよな。ふざけんなよな、ほんとに。そういうことで行為をすんじゃないよな。ほんと真剣に考えないとダメだかんね。えっと、で、ここはうーん、でもここでもない。あれ、ロックされてた場所どこだっけこっちじゃない、1005だよね。あれ、ここだっけ ここ、ここじゃない。これ、世界一ワクワクしてない宝箱、これじゃないんだよな。えっ、ー、と、1005。うん。で、これでこれでダメだよね。あれ、どこだっけちょっとまたカットします。あ中できたちょっと待って、みんな中できたわで、はい。これ炙って中できたわ。 0451。あ、これがあれか。宝箱の、あれか、ワクワクしない。世界一ワクワクしない、あの、箱の、やつね。0451ね。オッケーオッケーオッケー。で、これしゃがんで、またなるか、ドカンって。えっ、ー、と、0、4、4、えー、5、5、1、一ね。はい。で、開いたなんだこれ。 ねにこれ。ねにこれ。な、な、な、にこれ。トンカチか。トンカチで。これ、豚さん割るやつだ。豚さん割ってやるんだね。オッケー、オッケー、オッケー。え、これ、しゃがんでるよね。え、これ、しゃがんであ、しゃがんで、これしゃがんでもその走りできんの。すごくないあれで、行って。えー、っと、これで、豚さん割ると。うん。で、これ、割る。はい。うん。で、はい。え、その振り下ろしで割れるそんなソフトタッチで割れるもんで、なんだこれ。なにこれ。えー、物置を開けるための鍵。物置どこの 物置ってどこえー、物置ってどこだ部屋の中に、この家の中にあるのか、もしくは、あれだよね、外にあるかだよね。ここかなここの物置部屋ここかなで、ここここあ、違うね。じゃあ、外のだ。えっ、ー、と、外の行って、えー、外の物置、えー、物置、物置。どこにあるんだよ、物置。あい、物置どこであるってんだいえっ、ー、と、物置、ここら辺にあるイメージだよね。あったあった、これだ。これでやって、はい。で、これ物置使って、うん。で、はい、どうあ、いた ん長くないあ、開いたっぽい。でなんだこれなにこれな、なにこれええー、角、材ホームセ体ターに購入したただの角材。何使うな、何使うそれ。えーっと、ここら辺は何もないよな。えー、ここら辺もしっかり見てって。何もないよね。オッケーオッケーオッケー。あ、で、進んでって。角材 角材なんて何に変わるんえ、何使えるんえー、っと、あ、わかったあの、ベッドの下にあるやつだ。ベッドの下、なんでこれなんか落ちてんだけど。あ、これベッドの下にあるやつだ。えー、っと、ベッドの下行ってこれね。こっち行って、ベッドの下に置いてあったやつ。これ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 。これ拾うんだ。で、これを角材で拾う。うん。で、拾って、はい。で、はいタグリり寄せてね。たぐり寄せて、うまー。グリり寄せ方うまくないうん。で、これ使うと。で、はい。 これで、あ、これがあれだ、105だ、1、ちょっと待って、えー、っと、1、これどうやって打つんえ、これどうやって打つんみんな聞いて、このさ、この、なんていうの、これ、文字打ちたいと思ったんだけど、これパソコンじゃ打てねえんだけど、コントローラーでしか打てないんだけど、これどういうこと コントローラー持ってない人、罪やん。あとこれ1005、ケ、OK、ーで、これオッケーね。はい、コントローラーでできました。で、えっとこれコントローラーでしかこうできないのひどー <laughs> 急にひどいやん。いや、俺コントローラー持ってから、持ってたからよかったけど。あと、夫、ちょっと困ってんだけど、AC アダプター見かけなかった ?AC アダプター、アダプター勇気が最近何かといじってたから、彼の屋にあるかもしれないな、ね、と。そうなのか、部屋を見てみるよと。うーん。 なんかさ、見づらくないこのライン、バリバリ見づらいんだけど。え、うん、でも、雑然としてるから、どっかに埋もれてるかもね。気をつけてね。分かった、探してみる。ね、ちょっとあんたはパソコン使いたいんだけど、パソコンはわかんない、わからないわ。教えてくれるもちろん、パスワードは君の誕生日だよ。え私の誕生日なんだか嬉しいけど、ちょっと恥ずかしいね。ありがとういつも大切に思ってるからね。何か問題があったらまた教えて。え、なに子供生まれてんのにこんなイチャイチャしてんのサザエさんか。サザエさんみたいにさ、タラちゃんがいるのに、いやだマスオさん,んたらもう みたいな。毎週見てるけどね、サダイさん。何こいつらイチャイチャしてるんっていつも思うね。で、山崎。 えーと、なにこれ山崎ん山崎んどういうことんなにこれええー、と、待って、上から見たいから。ええー、と、待って、昨夜楽しかったね。うん。本当に素敵な時間だったわ。でもあまり無理はできないから、慎重にね。もちろん君のことばかり考えてしまうよ。次はいつ会えそう今はちょっとスケジュールが難しいから、また押しつたてやら連絡するね。いつでも待ってるよ。君のことを考えると、時間が飛ぶように過ぎるから、ありがとう。それだけ、それだけで嬉しいわ。うわぁ、夫という存在がありながら山崎ってやつになんかやってるんだね。勇気はうん。 で、ママ、今日のおやつ何かあるの今日はチョコチップ、クッキーを焼いたよ。帰ったら一緒に食べようね。わー、大好き。学校早く終わればいいのにな。もうすぐだよ。頑張ってね。今日は宿題は何算数と国語があるよ。算数ちょっと難しい問題があって。大丈夫。帰ったら鉄一緒に手伝ってあげるからね。ママが手伝うよ。ありがとう、ママ。それじゃ手伝うか。手それじゃ学校頑張るね。おい。 でこれで終わりか。ってことは次にこれで、えー、ママの誕生日調べればいいかなこれ何これ何が落ちてんだけどねこれえ何これ,何こ,れこんなんあったっけあ、これ取って、うん。しゃがまないと取れないか。でこれ何ねこれえ小さい鍵空き部屋ー空き部屋を開ける。ちょっと待って待って。ママの誕生日だけ見ていいかいえー、っと、ま、 なのとあー自分の足音だったあぶねこ怖ー <laughs> えっとママの誕生日はえー、2月2日ね2月2日2月2日え四4桁のパスワードで2月2日どうやって打つん ?0202 ってことえー、っとパスワードえー、っとママの誕生日のパスワード打ってえー、ママの誕生日ねえー、っとあこっちじゃないわえー、っとどうやっけえー、っと会った場所はえー、っとここだよねうんでこれでえー、0202だよねロ二、えー、0 2、えー、0 2ゼロ0 2 0 2はいで 最近、僕の心の中で疑念が渦巻いてる。妻が浮気をしているのではないかという疑念だ。この数週間、彼女の行動は明らかにおかしい。仕事に帰宅する時間が遅くなり、しばしば、しば,しば彼女の服には見知らぬ構成の匂いがする。わお携帯には以前、以前はリビングのテーブルに放置していたものが、今では常に彼女の手元にあり、ロックがかけられている。彼女に直接問い出そうにも、会話をするために言い争いになるだけで何も解決しない。本当に彼女が浮気してるなら、僕たちの関係はどうなるんだろう。愛してるはずの人を疑う自分が許せないけど、 そのこの不安が晴れることはない。 えー、今日妻、今日真実を知った瞬間、僕の心は完全に砕け散った。妻が浮気をしていることは確、し確信し、そのぐらいうなぎりは、えー、僕の魂をえぐる。あー、ちょっと待って、読んでたのに。ちょっと待って。えー、待って、もう一回読んでいい。えー、っと、僕の魂をえぐるようだ。彼女の顔を見るたびに怒りが沸騰して、何をしてやろうかという衝動にから,られる、殺したいほど憎い。こんな感情を抱える自分が信じられないが、彼女に対する憎しみが、これを支配している。これ,これで殺したってことやばいな。えー、っとで、えー、彼女は他の男と笑っている姿を想像するだけ 全身ががこれ何もかももか壊してしししてててままいいたたたくなる愛していたはずの人がも最も憎うべき存在に変わってしまったどうしてこんなことになったのかどうして僕はこんな罰を受けなければならないのかえ法的なえ措置をえ講ずることも考えたが、どんな罰も彼女に与え,る与える僕の怒りを満たすことはできない。この中で彼女を何度も責め立て、彼女の裏切りが引き起こしたこの痛みから逃れる方法を見つけようともがいている。しかし、どんなに憎んでも現実は変わらない。この、この毒ん この毒に侵された関係から抜け出すためには何か決定,決定的な行動を起こさなければならないかもしれない僕の心はもう戻らない彼女への愛は完全に消え去り残ったのはただ空虚と憎悪だけだうわおやばいねうん進んでってもうただただ奥さんを愛していてその裏切られたか感情がもうね支配されちゃってるって感じだよねまあその気持ちはわかるわあれでこれ言ってでこれ,んこれ使っていいってことあれこれ使ってうん ではい。これあれだよねく足跡があった部屋だよねはい。でこれ開けて。うん。で足跡ある足跡でっかーあ、で、これ何え、何これなんか靴あるんだけど。これ何これ何,これ何取っていいはい。え、俺の靴だ。お前の靴なぜこんなところにえで、ここはここ開けていいはい。え何これえどうしてそうか。すべて思い出した。今から帰るよ。えどういうことんどういうことははは 何どういうことどういうことどういうことちょっと待って。え何今から帰るってお前も死ぬってことえこれ浮気相手が侵入してきたってことうん。え何えー、真っ暗で何も見えないけど多分車に惹かれた。ただ、今、お帰り。 本日のトップニュースとして、非常に悲しい出来事をお伝えします。本日午後、市中心部で発生した交通事故により、一人の男性が命を落としました。警察によると、この男性は地元の住民高橋優斗さんとの特定されてますと。さ、は、ら、あはあ、に、利益はここで終わりません。高橋さん自宅からは、彼の妻である、高橋サリ,カサリカさんと、彼ら息子、高橋ゆきくんの遺体も発見されました。えゆきくんの遺体もあったの <laughs> 現在警察はこの一連の事件の詳細調査中です。高橋さんの交通事故と家庭内での遺体発見との間に直接的な関連があるかどうかはまだ明らかにされていませんが、この一回何が起こったのか捜査が進む中で解明されることが期待されていますと。この秘報は地域、地域社会に大きな衝撃を与えており、住民たちはえ何とかの意義を表しています。引き続きこの事故の事件の詳細をお伝えしていきます。ええぇ、ー、実績って何え 何これどういうことえ未取得えどういうことえ,どういうことえまだあるってことちょっと待ってはいみなさんもう一回やってます別エンドを見るためにもう一回やってますコメントあといいねとコメントよろしくお願いしますはいあのー、まあ頑張りますこれからあの頑張ってやりますってことでカットあ待ってみんななんかあるんだけどこれ何これ何これ何これ 何これなんかあるよはい、これ取っていいはい、これ取れない、取れない、取れない。どうやって取るのちょっと待って、待って、待って。どっから取れるんだえー、っと、ここ、待、ま、って。ここじゃない。あ、光ったら取れる。えー、ちょっと待って、取れなくねどうやって撮んだあここ、ここ、ここ。あ、むずい、これ。めっちゃ。あ、ここ、ここ。あクソクソがや。あ、どうやって撮んだよ、これ。ちょっと待って、待って、待って。これ落ち着いてやって。はい、これでここ、ここらへんだよね。ここらへん。これらへん。えー、ちょっと待って。え、ここ、ここ、ここ、あ、取れたどうしてこれで これでんだこれん、これんどこの鍵え、何これあこれだこれこれこれ使ってうん。ではい、刺してうん。ではい。開けてうん。ん最近本当に心が重い。 毎日毎日彼は仕事に追われていて、私たち家族のことなんて二の字みたい。夕食の席に彼がいない、彼の姿がないことが当たり前になってしまっていた。今日また子供たちを寝かしつけて一人リビングで夜が吹けるのをただただひたすらに待っていた。彼がどれだけ仕事が大変かは理解してるつもりだけど、もう少し家庭に目を向けてほしい。会話できるだけでもこんなに孤独を感じることはないのに。このままじゃ私たちの間にもっと大きな溝ができてしまうんじゃないかと怖いくらいに思,思えてならない。最近は偶然あった古い友人と話すことが増えていった。彼は私の話をいつも優しく てくれて少しは心が軽くなるでもそれも夫には言えない秘密になってしまっている私はただ誰かに支えられたいだけなのにどうしてこんなにも寂しさが積もるんだろう彼は彼がもう少し早く帰ってくれたらな家族のために時間を作ることがどれだけ大切か彼には分かってほしい愚痴ばっかりでごめんなさいただの疲れた夜のザレ事かもしれないけどこのページが私の唯一の話し相手なんだうわああそういう感じかで 今日もまた、彼が家族に対して辛く当たってしまった。えー、仕事のストレスが彼の、彼を完全に変えてしまっているようで、心から心配している。最近は上司官のパワース、パワーハラスメントがひどく、彼の心も次第に壊れていっているのを感じる。夕食の時、子供たちが少し触いただ,だけで、彼は急に声を荒げてしまっていた。普段は優しくて子供たちのことを愛している彼が、こんなにも冷たく当たるなんて信じられない。子供たちにも怖がってしまって、食事が終わるとすぐに部屋に戻ってしまった。そうだよね。心が壊れると自分に、自分のことしか考えられなくなるもんね。わかるわかる。 食事が終わると、あー、これで、このままでは家族がバラバラになってしまうのではないかという恐怖が、毎日のように私を襲う。彼も、彼自身もこんな風になりたくない、なりたくてなっているわけではないんだろうことは分かっている。だけどこの状況をどうにかしなければ、彼も家族も壊れてしまいそうで、どうしたらいいのか途方に暮れてしまう。私にできることは彼を支え続けることだけど、時にはその方法さえも見,見失ってしまう。明日には彼をきちん、明日には彼ときちんと話し合う時間を持つことが必要だ。彼の負担を少しでも和らげ、家族として一緒に乗り越えられるようにしたい。それができるかどうか 自信はないけどここれを見ななないいいいととにには何もは始まらない彼と私そしして家族のために最善を尽くすしかないうーんいやね、なんかてっきりね、夫のこと全く考えてなくて、もうね、男と遊んでるだけのね、奥さんだと思ったら、しっかり考えてたんだよね。そうだよね。そうやって,なて、なんて言ったら話し相手もね、いなくなっちゃって、いや、それ浮気は良くないよ。浮気は良くないけど、まあ、まあ、わからなくもない。奥さんのね、そうなんて言うの浮気しちゃう気持ちもね。 うん、今日パッと先でまた彼と話をした。彼はいつも私にとても優しく、笑顔で接してくれる。家では最近、うん、主人と,あとの間に冷たい空気が流れてしまっているから、彼の優しさがどれほど心に染みるか、正直彼と話している時間が、私の一週間で一番おや穏やかで幸せな瞬間かもしれない。私は、彼は私の話を真剣に聞いてくれるし、時には悩み事に対して、親身にアドバイスをくれる。こんな風に誰かに心を開けるなんて、ずっと前から忘れていた感覚だ。彼と一緒にいると、 てててのことががううまくいくいよなな気がして自信を持てるようになるにでも、これは、ただの感謝の気持ちなのかそれでも、もっと違う何かなのか自問自答してしまう。家族の、家族がある私には、こんな気持ちを持っていないと、頭でわかっている。だけど、心のどこかで彼に惹か,かれている自分にいることに否定できないでいる。主人との関係が以前のように戻れば、こんな風に、他の人にここ、うん、心を動かせることはないのかもしれない。でも、今の私はたた、ただ、ただ、誰かに優しくされたい。誰かに理解されたいと、切実に願ってしまっている。 カイトやりたいというか、日々のストレスから少しでも解放される貴重な時間になっているのは真実だ。うわお いや、辛、辛いな、これ。いや、どっちもどっちで辛いな。うわうわうわ、そういう感じの話なんだ。いや、辛いね。どっちも辛かったんだよな。いや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 。もういいや、なんていうんだ負の、負の,のループになってるよね。もうね、なんていうんだ奥さんは、もうね、あの、ね、精神疾患で、もうね、お、あ、夫が相手してくれないけど、それはね、夫がね、あの、なんていうんだろうか。奥さんが浮気してることに気づいて、その精神疾患がより強まってしまうっていう、もう、負のループに入っちゃってるんだよね。 うわぁ、悲しいなままあ、とりあえず、あの、カットします。おうみんな、なんかあるここ、めっちゃ疲れたんやけど。患者脱走の報告、当院から、重要なお知らせございます。本日、当施設から1名の患者が脱走しましたと。この患者は以下の特徴を有しており、負けた場合はすぐにご連絡いただけるようお願いしますと。患者の特徴目、目撃時の服装、青色の T シャツ、灰色のスウェット、パンツとか、はぁ、あ、はぁ、あ、ご連絡先。あ、こんなんあるんだ。 えーどうすればいいのこれでこれでなんか変わるってことえってことこんな、えこれ、これでエンド変わるってことかないや、わかんねこんなんでエンド変わるかなこの脱走のなんか見ただけでさ、エンド変わんのかいや、違うよな。もう画面酔いめちゃくちゃするんだけど、これ。画面酔いえげつないって。えーっと、特に何にもないし。えー、なにこれ ええ、ちょっと待って、えー、待って待って待って、ごめんみんな。ごめんみんな。ちょっとさ、今ヘッドホン外してやってたんだけど、ごめんごめんごめん。なんか来たわ。え、なんかいたんだけど。えなんか、あ、あれが浮気男か。あー、なるほどね。あれが浮気男で、あ、いたってことね。はい、オッケーオッケー。浮気男いる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 えいるえ、いなくね大丈夫だね。怖いな。え浮気男いたよね、さっき。あ、で、こっち行って、ああ、なんかある。なにこれなんか落ちてる。なこれで もう彼女に飽きちゃったから、新しい楽しみを見つける時が来たかなって。人生楽しむためにあるんだし、俺はそれを謳歌しただけだよ。でもちょっとやりすぎちゃったかな。まあ彼女のことはこれで終わりするよ。完全に片付けて、新しいページをめくる時間が来たんだ。この主張を見つけた君に言いたいのは、人生楽しいことが大事だってことお前が言うなよ。自分が幸せならそれでいいんだから、<laughs> 他のことは考えない方がいいかもねと。ああ、もうな、ね、クズ男やん。もうすんげえクズやん。なあ、もうね、人間の、人間のクズな部分をすべて集めたようなもんじゃん。あれ これで開けたら変わるのかなあれこれで開けてうんこうやって変わりそうエンドかさあでああでお浮気男がいたエンドさあこれで開けたら変わるうんはいどうどうしてなんで誰が一体こんなことあいつか許せないあ違う絶対にあ違うなんかちょっと違うえ何？何えなになにえかうわあっ痛え痛 言っておい、やめろやめろ、言ってそう、言って彼は目を覚ますと、見慣れない白い天井が目に入った。病院の部屋だ。頭がぼんやりとして何が起こったのかすぐには理解できなかったと。すると、医者が急いで部屋に駆け込んできて、私がどうやってここに運ばれたのかを説明してくれた。 恋近隣の方があなたは暴行されてるのを偶然目撃し、すぐに警察に通報したんです。それがなければもっとひどいことになってからかもしれませんね、とは取り調べで男が妻の分け合えてあること、そして彼が関係の解消のために妻と息子を殺害し、私も殺そうとしたことが明らかになった。やば。その言葉を聞いた瞬間、私の心は凍りついた。愛する妻と息子はもうこの世にいない事実。それを受け止めることができない。彼らが私のそばにいない現実か、あまりにも残酷で全てが無意味に思えてならない。私はこうして 命は救われたのかもしれないが、同時に最も大切なものを失った。残されたのは深い。悲しみと取り返しのつかない。喪失感だけ。これからどうやって生きていけばいいのだろう。あ、あいう人たちはいない。世界で。私は何を支えに生きていくんだろう。これ絶対 ai 生成だよね。後ろの背景いや面白かったね。帰宅をやったんだけど、もう画面酔いがひどくてね。このゲームもう三半期間弱い。男はもうひどくてね。ちょやばかったね。うホラー要素はね。まあ、控えめだったけど、なんかストーリーがしっかり突っまれ作り込まれてて面白かった。もう。 めちゃくちゃ、ま、疲れましたこれから飯食ってきます。はいあということでね今日のゲーム実況はここで終わりたいと思いますさよなら